マイケル負荷反応は、アルファ、ベータ不法和カルボニル化合物に対してカルバニオン、または、その他の吸覚剤を1、4負荷させる反応である。強約負荷反応に属する。アメリカの科学者、アーサー・マイケルによって報告された。現在では、カルボニル以外の電子吸引性元が痴漢した、電子不足不法和結合をアクセプターに、アルキルリチウムやグリニアール主役、 アルコキシドをドナーとした反応にも拡張されている。エチレンのような通常のアルケンは、一般的には、嗅覚剤との反応は起こらないが、アクリル酸メチルのように、電子球引き製元によって活性化されたアルケンは、クリニャールジ薬やイノラートのような嗅覚剤と反応することが可能である。同様に、電子球引き製元である、ニトロ元や、シアノ元の結合したビニル化合物についても、 同様の反応が起こる。一般のカルボニル化合物と嗅覚剤との反応では、嗅覚剤がカルボニル炭素に対して嗅覚攻撃するが、マイケル負荷反応においては、嗅覚剤の負荷はカルボニルとの共鳴によりデルタとなった β の炭素に対して起こり、嗅覚剤上にあった不電化は酸素へと移る。これは、α、β 不法はカルボニル化合物のような協約した。 化合物のルモは、ビニル基上にあり、嗅覚剤のホモとの相互作用が、最も強いビニル元で反応が起こるためである。また、アルファ、ベータ不法はカルボニル化合物に対して1、2負荷を起こすためには、ハードな嗅覚剤を用いればよい。有機動子薬が主に1、4負荷体を生成するのに対し、アルキルリチウムやグリニネール子薬が1、2負荷するのはこのためであり。 酸性条件下でも反応することが分かってきている。まず、物質1が塩基によって脱プロトン化され、嗅覚的なカルバニオン2が形成する。このカルバニオンは、電子球引き元によって安定化され、2A から 2C までの共鳴構造を通り、このうち2バイトと 2C はエノラートである。これと、旧電子的なアルケン酸が、嗅覚強薬負荷反応を起こし、エノラート4を形成する。 最終的に、エノラート4が、プロトン化塩基からプロトンを受け取り生成物合える。リトル、アール・マス・ジェデイ・ザ・デイ、エム・アロー・クイスト、オー・マクローリン、J ・ o r g リアクト、1995、47、315、メーザー、ブライアン・ディ、ビスワナ・サン、コルッポナ、ミラー、ケビン・エム・ロング、ティモシー・イー、マイケル・アディション・リアクションズ・イン・マクローマレ・キアラー。 デザインフォーエマージングテクノロジーズ。プログレスインポリマーサイエンス31487531ドイ 10.1016J プログパラムシ2006.03001一瞬00796700メーザー2006リプリントハットマイケルフカマイケルアディションオダズ2013年8月1日閲覧ありがとうございます。